たった5箱？もっと取ってこい。それだと売り上げが落ちるだろうが。ある年のこと、天候不良により枝豆が全部で5箱分しか取れなかった。しかし義兄は農作業もせずに私に冷たく言い放った。取ろうとしてもないものはないのだ、どうしろっていうの。そして追い打ちをかけるように義子は私の肩を揺さぶって言う。私この売り上げ金でティファニー買おうと思ってもう予約してきちゃったのよ。どうしてくれるのよ。さっさと収穫してきなさいよこのクズ。毒々しい指先が食い込んできて痛い。私の中で何かが切れた。私は今までにないぐらいの笑顔を浮かべながら、そうでしたか、確かにおっしゃる通り私の努力が足りなかったみたいですね、申し訳ありません。そうして体を深く曲げて謝った。今に見ていろ。私はその後畑には戻らずにある場所へ向かった。私の名前は須藤幸恵、52歳。夫の実家は都内から電車で2時間ほどのところにある郊外で、周りには田んぼや畑が連なっているいわゆる田舎だ。そこで義両親は代々枝豆農家をやっている。夫の浩二は次男なのだが、数年前に義実家のそばにある畑の一角を埋めて新居を建ててもらった。夫は毎日2時間かけて電車で通勤している。私にとっては義兄にあたる長男は数年前に家を出て以降こちらには全く顔を出さない。夫は昔から兄と折り合いが悪く、私も結婚式以降交流が全くない。義両親はことあるごとに自分たちの代で農業を終わりにすると話をしているのだが、その表情はなんだか寂しそうだ。兄さんが継がないんなら俺が継ぐよ。ある昼下がりのこと、夫は意を決して両親に切り出した。だが二人は首を横に振りながら、今は昔と違って農家はますます厳しい。今よりも生活は大変になるぞ。幸恵ちゃんにも苦労をかけさせちゃうしね。二人とも私たちのことをとても心配してくれている。お前たちはまだ若い。農業に固執しないでちゃんとした会社で働いた方が絶対いい。大丈夫。覚悟はしていたからな。一見こわもてに見えるものの、誰にでも優しい義父の優しさに触れた瞬間だった。そうは言っても農家は体力と根気のいる仕事だ。高齢の域に達しつつある義両親にとっては年々負担がかかってきていることだろう。そこで夫婦で話し合い、仕事が休みの日は農作業を手伝うことにした。農家の大変さは聞いてはいたものの、いざやってみると想像以上だった。朝は薄暗いうちから水やりをしたり、収穫や出荷準備を毎日行う。特に夏の時期になると、早朝の比較的暑さが和らいでいる時間帯にテキパキと作業をしないといけない。慣れない作業に四苦八苦していた私はなかなかそのリズムがつかめず、手伝いの申し出をしたことを後悔したほどだった。夫もこの家で生まれ育ったとはいえ体が追いつかず、枝豆が入ったコンテナを持ち一往復しただけでも息が乱れている。大丈夫？義母が重い段ボールを抱えながら笑顔で声をかけてくれる。お母さんすごいわ。俺鍛えなきゃな。荷台への積み込みが終わり、夫は声を上げながら体を反らした。おいお前ら、若いうちからへばってどうする。そう言って豪快に笑っている。手伝いとは言っておきながらも、右も左もわからない私、最初は戸惑うことが多かった。義両親はその度に手取り足取り教えてくれたので、いろいろと手数をかけてしまったと思う。それでも私たちが手伝いに来るたびに笑顔を浮かべながら感謝の言葉を言ってくれたことが何よりも嬉しかった。しかも私たちが来るたびにお礼にと言って取れたての野菜をたくさん持たせてくれる。
だがご好意とはいえ毎回いただくのは気が引ける。ちょうどその頃、私は勤めていたパートを勤務先の事情で辞めることになり、平日の時間を持て余していた。ねえあなた、どうかしら。お前さえその気なら反対はしないけど、体は大丈夫なのか？お前もわかっていると思うけど、想像以上にハードだぞ。うん、でもあれだけの手伝いで野菜をいただくのってなんだか申し訳ないし。そうだな。うん、わかった。お前ができる範囲で手伝ってくれたら俺としてもありがたい。でもくれぐれも無理はするなよ。ええ、もちろん。そうして早速私は本格的に農作業を手伝うことになった。枝豆は土作りが大事で、生育するのに最適な環境を作ってやることが大事なのだという。二人は昔から有機栽培にこだわっており、できるだけ化学肥料や農薬を使わない方法で栽培してきた。受け継いだ当初はなかなか収穫量が上がらず苦労した時期が長く続いたものの、二人の諦めない気持ちが実を結び、今では美味しい枝豆の須藤さんとして近所では有名になっている。二人は枝豆だけでなく、クワといった農具の使い方についても丁寧に教えてくれた。そうそう、あまり振り上げると腰痛めちゃうからね。リズムが大事よ。広大な畑に立った私は義母の動きを真似しながら、耕運機のタイヤ痕を追うようにクワをひたすら動かした。同じ体勢で長時間同じ作業を繰り返すのは大変で、息が切れ汗が目に入ってきてかすむ。改めて農家の苦労を体感した。私たちが美味しい野菜を食べられるのは、こういう作業の積み重ねの上に成り立っているのだ。さあ、そろそろ休憩だ。義母が冷たいお茶と一緒に茹でたての枝豆を持ってきた。義父曰く市場には出せないものらしいのだが、それでも取れたては香りが濃い。口に入れた瞬間、プリッとした食感とほのかな塩味が効いて、いくらでも食べられてしまう。先ほどの疲れが癒えていくようだ。すいません。あ、お客さん。はーい。義母は腰掛ける暇もないまま来客対応に走る。義両親が作る枝豆は濃厚なのに食べやすくて美味しいと評判で、わざわざ直接買いに来る人も少なくない。義母とお客さんの軽快なやりとりを聞きながら、私も二人のように人を幸せにできる人になりたいと思ったのだ。私が本格的に畑に立つようになって数ヶ月が経った。最初はちょっとした好奇心だったが、徐々に農業の楽しさに目覚め始めてきた。その変化は表情にも影響するようで。最近の雪へなんかはつらつとしてきたな。何かいいことあったのか？実はね、昨日私が初めて種をまいた枝豆の芽が出てきたの。全然芽が出てこないと思ってやきもきしていたんだけど、よかった。私がウキウキと話す姿に夫は安堵したようだ。私たち夫婦には子供がいない。夫婦だけの気楽な生活もいいのだけれど、心のどこかで子供がいないことに寂しさを感じていた。それが私の表情や仕草にも現れていたのだろう。夫も口には出さないものの心配してくれていたに違いない。枝豆作りはそんな私の心の穴を埋めてくれたようだ。私は義両親の教えをこいながら畑での作業にとどまらず、堆肥作りにも積極的に関わるようになっていった。一日が終わるとすっかりクタクタになるのだが、義両親から野菜作りは子育てと一緒という話を思い出すたび、ふっくら実る枝豆がなんだか愛おしく思え、休みの日でもついつい畑に出向いてしまう。こうして私は本格的に枝豆にのめり込んでいった。そしてもっと美味しい枝豆ができるようになりたいという気持ちが大きくなり、近所の農家さんを訪れアドバイスをもらったり、市が主催する農業体験に参加するなど知識を身につけていった。気になることは自分で調べ、畑で実践する。うまくいかない場合は何が原因なのかを考え、また違う方法を模索する。
そうやって試行錯誤を繰り返していった。義両親もそんな私の姿を見て、ただのお手伝いから須藤家の一員として認めてくれるようになった。ゆきえさん、今日の枝豆はどうだった？昨日の雨で心なしか元気になった気がします。ここ数日お天気だったものね。枝豆喜んでるわよ。ああ、もちろんだ。こんな美人さんに見てもらえて枝豆も幸せだろう。美人と言われ私は赤面した。その姿を見て朗らかに笑う義両親の姿に私は思わず顔がほころんだ。そういえばこの間のお願いしたっていう例のお店どうだった？はい、とっても喜んでいました。お客さんからも美味しいと好評のようです。その話を聞いて義両親はほっとしたような。かねてからこの美味しい枝豆を一人でも多くの人に知ってもらいたい、そこで自分なりに販路を拡大できないものかと思案していた。夫も後押ししてくれ、かつての仕事で培った営業スキルを駆使し、枝豆を置いてもらえそうなお店などに片っ端から飛び込み訪問していった。忙しいからというのはまだいい方で、こちらが女性だという理由だけで断られたり、押し売り強盗に間違われたりと、最初はなかなかいい反応が得られなかった。それでも諦めずに続けていく中で、うちの枝豆を食べた人たちの口コミや SNS での評判が少しずつ広がっていき、取引できるお店も増えていった。もっといろんな人に知ってもらえる機会はないだろうか。そこで今度は枝豆の収穫体験を企画した。大人向けには採れたての枝豆とビールを提供し、多くの人たちでにぎわった。また近隣の小学生や幼稚園の子どもたちが地域の方々と一緒に枝豆の収穫体験を通して交流を深めてもらう地域活動にも力を入れた。それらの活動を通し、市内のみならず県外からも多くの人たちが枝豆を求めてくるようになった。その評判を聞きつけたテレビ局が訪れ、テレビ取材も受けた。いつもは堂々としている岐阜がカチカチの表情だったことはいい笑い話だ。テレビ効果は絶大で、レストランや有名な高級割烹などの飲食店からも取引をしたいという問い合わせが増えた。その結果、市内にある高級料亭へ卸すことが決まり、売り上げはますます右肩上がりになっている。今やお客さんの多くが女性で、特に幼い子供を持つママさんからは熱い支持を受けている。いずれはネット販売もできるよう準備に追われている。こうして農作業と販売対応で多忙となり、義両親の負担が心配になってきた。すると夫が仕事を辞めて本格的に手伝わせてもらいたいと申し出てくれたのだ。これには義両親が大いに喜んでくれた。自分たちの代で終わりにしようと思っていた畑を息子夫婦が継いでくれるなんて、感激もひとしおだったに違いない。そうしてとうとう念願叶い、私たちの住居を2世帯にリフォームすることにした。義両親も高齢だし、今後を考えると同居した方が良いのではないか。幸いにも私は義両親とは仲がいいし、とっても信頼してくれている。そして私たち家族は新しくなった家で祝杯をあげながら、これまでの苦労をねぎらった。義両親は涙を流しながら、ここまでうちが有名になったのは全てゆきえさんのおかげだよ。おまけにリフォームまでしてもらって。ゆきえさん、ありがとう。私は二人からの言葉に今までの苦労が報われた。今まで以上に枝豆を楽しみにしてくれている人たちのために頑張らないと。私はそう決意を新たにしたのだ。だがこの我が家に暗雲立ち込める出来事が起ころうとは夢にも思わなかった。ある日のこと、いつものように農作業をしていた。家の方から車が止まる音が聞こえてきたので慌てて戻る。するとタクシーが1台止まっている。その中から随分派手な服装をした男の人が降りてきた。義兄である高一だ。高一、
ずいぶん急ね。どうしたの？どうって、母さんたちどうしてるのかなって様子見に来たんだよ。ねえ、この荷物どこに置いたらいいの？重いんだけど。見た目ギャルのようないでたちの女性が高一に声をかけている。義母など目にも入っていないようだ。玄関でいいよ。あ、これお土産ね。そう言って高一は袋に入ったものを義母に押し付けた。そうして高一と女性は何も言わずさっさと中へ入っていった。私はなんだか嫌な予感がした。お昼時になり家に戻るとリビングが随分騒がしい。リビングを覗くと鬼のような顔をした義父とお構いなしでくつろぐ義兄夫婦がいた。義母が忙しくキッチンとリビングを往復している。お前たち一体何なんだ。何の連絡もしないで。何って、心配だから顔見せに来たんだけど。そういえばさ、この間テレビ出てたね。びっくりしたよ。高一は前髪をいじりながら笑って話している。二人の間に沈黙が走る。すると義母が明るく声をかけた。よく来てくれたわね。今はどうしてるの？すると高一はそれに答えず、入り口に立っている私を見ていぶかしげな表情を浮かべた。あ、お久しぶりです、ゆきえです。私はかぶっていた帽子を取り自己紹介をする。ああ、コウジの嫁ね。相変わらずパッとしない女だな。義妹に対してなんてことを言うのかと腹立たしくもなったが、ことを荒立てたくないので苦笑いしておいた。それにしてもこの家も随分変わったな。もしかしてリフォームしたの？ええ、ゆきえさんが大いに頑張ってくれてね。思い切って2世帯に建て替えたの。ゆきえさんは大したもんだ。どこかの誰かみたいに好き勝手言って出て行ったやつとは比べ物にならん。だが義父の話など気にも留めず、高一はへえ、景気がいいねここは。そう言ってニヤニヤしながら家中を見て回っている。義父はソファーが気に入ったようで一歩も動かない。さあ、お昼が準備できたから食べましょう。ちょうど夫も作業から戻ってきた。夫は高一を見て一瞬苦々しい表情を浮かべたが、ぼそっと挨拶しただけで急いでそうめんをすすり出て行ってしまった。あの時の気まずい空気は今でも忘れられない。日も暮れかけた頃、高一たちはようやく帰っていった。知らず知らず緊張していたからなのか、急に疲れを感じた。地味ながらもコツコツと努力する夫とは対照的に、派手で飽きっぽい兄に義両親は昔から手を焼いていたようだ。そんな高一たちが突然帰ってきたのには何か理由があったのではないだろうか。私はソファーに横たわり、義父との会話を思い出していた。ねえ、何でしょう。義父が意地悪そうな顔をしながら思いもよらないことを言ってきた。あんたさ、もしかして須藤家乗っ取ろうとしてる？私は思わず固まってしまった。何をおっしゃっているんでしょうか。だからここの財産狙ってるんじゃないのかって言ってんの。そんなこと考えてませんよ。私は思わず語気を強めた。まあそんなこと口ではいくらでも言えるからね。一応言っておくけど、ここの財産は全部高一が継ぐって決まってるんだからね。なんて言ったってここの長男は高一なんだから。そう言い放つと義士はリビングから出て行ってしまった。私はまるで夢を見ているみたいで、しばらくその場から動けなかった。相変わらず多くのお客さんが訪れ、取引先からも好評なこともあって売り上げは安定している。だが高齢に加えそれまでの無理がたたったのか、最近義両親の体調がよろしくなかった。特に義母は顔色が悪く、心配した夫が休んでくれと懇願し、無理して畑に出ようとする義母を寝室に連れて行ったことも一度や二度ではない。
岐阜も明らかに以前とは動きが違う。義両親は自分たちのこれからを考えたのだろう。ある日、自分たちに何かあった時にと畑に関する重要書類や口座や印鑑などもろもろをある一通の書類と一緒に私たちに託してきた。それらを受け取り、託されるものが想像以上に大きいことに私はひるんでしまった。だが、お前たちなら信頼できる。任せた。そう言って、あの笑顔を見せてくれた。リボも隣でうなずいてくれている。二人には安心して余生をゆっくり過ごしてもらいたい。これ以上二人には無理をさせられないが、今の状況では明らかに限界だ。そうして私たちは人を雇うことにした。季節は夏、枝豆の繁忙期を迎えた頃のことだった。こうして私たちは農作業とお店に卸す作業をアルバイトの人たちに任せ、私たちは全体を見ながら指示を出していく。そんなリズムで仕事が回り出した頃、とうとう義母が倒れた。義父は毅然としているものの、義母が倒れたことがショックだったのか、以前のようなはつらつとした義父ではなくなっていった。幸い義父は体が動くので、最低限の身の回りは自分でやってもらった。私と夫は交代で義母の介護をすることになったのだが、繁忙期ともなるとなかなか作業を中抜けするのも難しい。早速介護問題に頭を悩ませることになった。そんな矢先のことだった。光一たちが帰ってきたのだ。彼はキャリーケースやら大量の荷物を下ろしている。義士は何もせず家の中を歩き回りながらニヤニヤしている。いきなりどうしたんだよ。挨拶もそこそこに突然現れた光一に詰め寄った。二人とも相変わらず派手だ。あのさ、いきなりだけど俺農家継ぐから。は？いきなり何言ってるんだよ。ずっとここを放っておいて今さら。お前たちいきなり来て何を言い出したかと思ったら。父さん、俺長男だよな。長男が継ぐのは当たり前だよな。義父に向かってそう問いかけた光一の横で、義士はドヤ顔をして突っ立っている。義父は言葉に詰まり、鋭い眼光で見つめることしかできない。言っておくが、ここはすべて幸恵が管理しているんだ。兄さんたちは枝豆のことわかるのか。すると光一は目を細め、睨みつけながら、あんな部外者に任せてるのか。すると義士も下り顔で、ふーん、そういうことね。あの女、あんなこと言っておきながら乗っ取る気満々じゃない。油断も隙もないわね。幸恵はそんな女じゃない。そうだ、今まで幸恵さんが頑張ってきてくれたんだ。部外者とは失礼だ。だが光一は鋭い眼光を向けながら、あれがもう決めたことなんだ。それに父さんたちは年も年だろ。俺たちがいれば安心なんじゃないか。ニヤニヤしながら言う光一に、義父は黙ったままだ。その姿を見て満足した光一は何も言わず2階に上がっていった。義士も胸を張りながら光一の後を堂々とついていく。その日から私たちの地獄の日々は始まった。二人は何も言わずこの家に勝手に住み始めた。私たちが部屋にしていた場所は当然のように取られ、好き放題に使われた。だからといって家事をするわけではなく、二人が散らかした汚したところはそのまま。それを掃除するのは当然私だ。あまりにひどいので私は光一に注意した。だが悪びれもせず、あのな、俺は両親の後を継いだんだ。つまり社長なんだぞ。社長の言動にいちいち口を出すのか。あ、お前なんかな、俺がその気になればクビにできるんだよ。そう言って私たちが忙しくしていることを尻目に、テレビ番組や動画を一日中見て大笑いしているのだ。光一夫婦のやりたい放題のおかげで私たちは心身ともに疲れ果てていった。
一日中畑に出ていると当然疲れてくるので家のことをする気が起きない。だが義士はそんなことなどお構いなしで、ちょっとぼーっとしてないでさっさとご飯準備してよね、こっちはお腹空いてんだから、と偉そうにソファーでのたまっている。義士の方がよっぽど時間があるのだから家事ぐらいはしてくれてもいいじゃないか、そう思って、たまには家の掃除とかやってくれませんか、私一日中出ているし夜は疲れてなかなかできないんです、と丁寧にお願いしてみるも、悪いけど私だってお母さんの相手で疲れてんのよ、あんたができる時にやってよ、と全く動こうとしない。当たり前だが義母の相手といってもただそばでスマホをずっと見ているだけだ、ほぼ何もやっていないに等しい。そんな光一たちだが義父の前ではあたかも自分たちは頑張っているというように見せかけていた。だが今まで農作業を何一つやったことがなかった光一はなかなか作業になれず、元来の秋っぽい性格ですぐに手を止めてしまう。この持ち方では枝豆が傷ついてしまいます、こうして丁寧にやってください。私に指摘されたことが気に食わなかったのか、うるせえな、お前誰に向かって口聞いてんだ、あ？と存在な物言いをする。俺は昔からここの人間なんだ、いくら一緒にやってるからってな、でしゃばるのもいい加減にしろよ、お前みたいな部外者はな俺の奴隷だ、もちろん工事や従業員だってそうだ。そう言って他の従業員を見渡し指を指しながら、お前たちはみんな俺の言うことだけ聞いてりゃいいんだよ。私は唇を噛んだ。光一たちは農家を継がないと言って出て行った身なのだ、それなのに急にやってきてまるで自分たちの駒のように扱う。私と夫は20年以上義両親と共に枝豆栽培に心血を注いでやってきたのだ。悪天候の年は収穫量が少なく涙を流した時もあった。また台風の時期になると毎日天気予報とにらめっこし祈りながら作業をしていた。その苦労がわからない人間に口を出されることに屈辱を感じていた。義父がいると光一は手伝う素振りを見せるものの仕事は雑で、実際光一がやったものはクレームがつくことが多かった。そしてついに一番の大口契約先である高級料亭からクレームが来てしまった。義父は朝から出かけている。そこで私は自ら出向いて何度も頭を下げて謝罪した。幸いにも大事にはならず契約が切られる事態は回避したものの、怒りの頂点に達した私は光一に、光一さん、いい加減にしてくれませんか、あなたがやったものがまたクレーム、うっせえな、俺にケチつけんのか、部外者の癖してよ。そう言って光一は積んである枝豆の束を思いっきり床に打ちつけ、そこまで言うんだったら俺はもうこの仕事はやらない、お前たちが責任持ってやれよ、そう言って作業場を出て行ってしまった。工事が追いかけ光一に詰め寄るも聞く耳を全く持たなかった。その夜ぐたぐたに帰った私たちに光一や義士は家事を次々と押し付けてくる。部屋が汚いとくつろげないんだよ、掃除はお前たちの役目だろ。そうよ、私たちはこの家を継いだ人間なの、いいから言うこと聞きなさいよ。反論する力もないまま何とか家事を終えお風呂に入ろうとすると、え、すでにお湯が抜かれガスも消されている。もう一度お風呂を沸かすのか。夫に声をかけようと部屋へ戻るとすっかり疲れ果てたのか横になったまま寝ている。その姿に私はもう心も体も限界を感じてしまった。すると、ちょっといいか、お父さん。義父はのっそりとした動きで私たちの部屋へやってきた。お父さん、こんな遅くまで起きてて大丈夫ですか。ああ俺は大丈夫だ、だがお前たちが心配でな。
お父さん。私は不覚にも涙をこぼしてしまった。ゆきえさん、あなたはここで一生懸命やってきてくれた。それにもかかわらず、あんなバカな長男のせいで困っているんだろう。本当にすまない。そう言って義父は体を深く折り曲げながら私に謝ってきた。その姿に私は涙が止まらない。お父さん、やめてください。顔を上げてください。実はゆきえさんに話があるんだ。聞いてくれるか。そう言って私は義父からあることを聞かされたのだった。そしてその話を聞き、ある計画を思い立った。お盆が過ぎ去り、暦の上では秋に差し掛かっていたが、残暑は厳しかった。ここ数日雨が全く降らなかったこともあり、枝豆の出来は今までで一番悪い。そのせいで今年は全部で5箱分しか取れなかった。そのことを光一たちに伝えると、光一はものすごい迫力で、もっと取ってこい、それだと売り上げが落ちるだろうが。でも今年は枝豆にとっては暑すぎて。そんな言い訳はどうでもいい。もう俺にまた反論する気か。はあ、高一の言う通りよ。あなたたちがもっと頑張らないからこういうことになるのよ。私、この売上金でティファニー買おうと思ってもう予約してきちゃったのよ。どうしてくれるのよ。義士が私の肩を掴んで揺さぶってくる。毒々しい指先が食い込んできて痛い。私の中で何かが切れた。私は今までにないぐらいの笑顔を浮かべながら、そうでしたか。確かにおっしゃる通り、私の努力が足りなかったみたいですね。申し訳ありません。そうして体を深く曲げて謝った。そうよ、分かればいいのよ、分かれば。納得した二人を前に、私は頭の中で描いていた計画を実行することにした。その夜、私は夫にそのことを伝えた。夫はしばらく目を閉じ、何かを考えていたが、ゆきえには本当に迷惑かけた。俺でよければいくらでも協力する。ありがとう。そうして私は義父にも自分の計画を伝えた。義父は一瞬寂しそうな様子を見せたが、ゆきえさんが決めたことならと背中を押してくれた。そうして高一たちにわからないよう、作業の合間を縫ってインターネットで情報を集め始めた。そして計画実行の日が来た。朝、私は夫と共に最小限の荷物を持ち、そっと家を出た。家を出る前、義父と義母に最後の挨拶をし、今までの感謝を伝えた。二人は涙を流しながら別れを惜しんでくれた。手配していたタクシーに乗り込む前に、私と夫は今までお世話になった畑に向かい、心の中で礼を述べた。今までありがとうございました。そうして複雑な胸中を抱えながら須藤家を出て行ったのだ。翌日になり、高一から凄まじいほどの電話がかかってきた。だが生活の準備や手続きに追われ、連絡をしたのは夜になってからだった。おい、なんですぐに電話に出ないんだ。一体どこにいるんだ。どこにいるかは教えられません。はあ、なんだよそれ、ふざけんなよ。いつ帰ってくる。さっきな、取引先から商品はまだかって電話がかかってきたんだよ。とっとと帰ってこい、社長命令だ。そちらには帰りません。もう連絡しないでください。帰らない。いや待てよ、それじゃあ困る。あなた方が困ろうと関係ありません。もう決めたことですから。そう言って電話を切ってしまった。電話口ではわめいていたが、もう知ったこっちゃない。私は義父から涙ながらに謝罪されたあの日のことを思い出していた。ああなってしまったのは全て私の責任だ。昔から当然のように跡取りになることを強制してしまってね。高一はそれに反抗する形であんな風になってしまったんだ。私は高一だけでなく
君たちにも迷惑をかけてしまったんだ。本当にすまない。そして義父は思い切ったように長年考えてきたことを伝えたのだ。もう幸恵さんたちは無理してここに留まらなくてもいい。いつ出て行ってくれても構わないんだよ。でもここは代々続いた畑ですし、それにお父さんたちのことも心配で。もともとは私たちで終わりにしようと思っていたからね。でも君がここまで私たちの枝豆を有名にしてくれて、農業も捨てたもんじゃないと希望をもらえたんだ。君には本当に感謝をしているんだよ。そして義父は銀行通帳と印鑑を私に手渡しながら、これからは浩二と二人思うように生きていってほしい。これは少ないけれど私たちからの感謝の気持ちだ。私は思わず通帳の中を開いた。1000万もある。こんな大金、私いただけません。大丈夫、自分たちの分はちゃんと用意してある。実は今朝この老人ホームの入居手続きに行ってきたんだ。そうして見せてくれたパンフレットには、ここから随分と遠いところにある老人ホームのことが載っている。義両親はすでに就活をしていたのだ。私たちも今後のことを考えなくては。そうして考えたのが、また新たな地で農業を始めることだった。もらったお金と自分たちのお金を元手に、いくつかある耕作放棄地を購入し、新しく畑を始めた。土作りからスタートしたので最初は大変だったものの、高一からの数々の仕打ちを思うと全く苦には思わず、むしろワクワクする気持ちでいっぱいだった。そうして夫と二人、二人三脚で畑を耕し、種をまき、少しずつ農地を拡大していった。ようやく軌道に乗り始めた頃、自分たちと働いてくれていた従業員たちに声をかけたところ、戻ってきてくれたのだ。私は突然出て行ってしまったことを詫び、再び和気あいあいとした雰囲気を取り戻すことができた。取引をしていた飲食店や料亭にも丁重に謝罪した。すると私たちの枝豆の味が好きだからと再び取引をすることになった。農業体験も再開することが決まり、あの頃のワクワクした気持ちが芽生え始めてきた。ところで思わぬところから高一たちの状況を知ることになった。私たちが出て行き、従業員も次々と辞めていったため、畑はたちまち荒れ放題となり、耕作放棄地と化してしまった。物がないため取引先からも次々と契約を切られ、売り上げはゼロ。当然収入はなくなるので、高一は畑と家を売却したが、荒れ地であることと家は築年数が相当経っていることもあり、二束三文にしかならなかったそうだ。だが派手な生活はやめられず、借金が積み重なっていった。とうとう高一たちはボロアパートに引っ越しせざるを得なくなり、今は働きながら借金を返す毎日だそうだ。だが義士はそんな生活に耐えられず、高一との喧嘩は増えていった。そうしてとうとう二人は離婚し、義士は高一の元を去ったのだ。これらはすべて義両親とやっていた頃から枝豆を買いに来てくれていたお客さんから聞いたことだ。私たちは高一と完全に縁を切ってしまったので、その後のことはわからない。だが今までやってきたことのツケが回ってきたことは間違いないだろう。義両親は私たちが出て行ってすぐ老人ホームへ引っ越しをした。私たちは連絡を取り合っていて、時々老人ホームを訪れている。この日は新しい畑で採れた枝豆を持って行った。義父は早速口に入れ、ゆっくりと咀嚼している。うん、この味だ。そう言って涙を流した。義母は横で嬉しそうに微笑んでいる。その姿が最後となってしまった。そして二人の納骨が終わり、私は夫と一緒にある書類を見ることにした。そこに書かれていたのは遺産の相続に関することだった。長男高一には遺留分のみで、ほとんどの財産を弟である浩二が相続するということだった。
そして最後に書かれている一言を見て、私は涙を流した。浩二、ゆきえさん、本当にありがとう。また暑い夏がやってきた。今年も枝豆はふっくらと実り、鮮やかな緑で私たちを楽しませてくれる。今年もまたこの枝豆を待ちわびてくれる人たちがいるのだ。そう思うと収穫に一層力が入った。場所が変わろうとも、義両親から受け継いだ思いは永遠に生きている。そうして私は今日も夫や信頼する仲間たちと共に汗を流している。